ルールをご説明します現在スクリーンに全10問の質問が映し出されていますねで、この質問にイエスと答える人数がどんどん少なくなるように皆さんで協力をしていただくゲームです、はい、例えば1問目のイエスの人数が10人だったら次の質問は9人以下となるように次の質問を選んでいただきます、はい、まあですので最初はねイエスがなるべく上がるだからメンバー11人の中で やっぱりイエスが上がるものを選んでいただきたいなというふうに思います、はい、さあ十問出てますねメンバーの皆さんの手元にもあります最初どの質問からいきましょうかイエスと答える人が多そうな質問レン君どうですかこれはもう一択じゃないですかあっあレン君の中では一択あるなるほどまあ<日>一発目はね,そうね一発目、はい、一発目はい行っちゃっていいですかちょっと自信あるんで自信ある、はい、お願いしますはい この秋一番のエモーショナルなラブストーリーといえば夜君だ。これはもうこれはこれあげなかったらいろんな方が見てますから。圧が謎プレッシャーやってください。あげるに決まってんじゃん。さあこれからですねじゃ行きましょうか。では一問目この秋一番のエモーショナルなラブストーリーといえば夜君だ。 答えがイエスの方は私のせーのの掛け声で手を挙げてください参りますせーのどうぞはい皆さん上がりました十一人よかったもちろんですよねさすがにねよかった 今せーのって言った瞬間にるき君が本当に上げてるかこう見、ね、<laughs> <laughs> ちょっと不安になりまし <laughs> た <laughs> はい。でもね、やっぱりこの秋、るき君、やっぱりよる気味ですよね、これはそうですね、本当にいやまだ見たことない方もたくさんいると思うんであの、ぜひ見に行っていただきたいなと思いますし、このやっぱ大画面の大きいスクリーンで見るっていうのはまた違うと思うので、ぜ、は、ひ、い、劇場で見てほしいなと思いますすそうでね匠君もね手を挙げましたね、今ね。ははい、はい この後見に行くということですよね。もちろんです。当たり前じゃないですか。タカミ君の行くとしたら誰と行きたいですか？一人で行きたいです。一人で行くの？本当本見るとゆくりね。もうもう真剣に見たいんで。おおなるほど。はい。僕やっぱりあれですねあの向こうにあの赤字がいるんですよ。 赤字、政治じゃなくて赤字、あいましたね。じゃなくて赤字がいるんですよ。なんだい？なんだい？赤字と一緒に政治とずいぶんキャラ違いますね、赤字は。なるほど。赤字と見に行きたいです。いいですね。はい。では二問目いきましょうか。これ一問目よりもね少なくなるように。でも少なくなりすぎるとその後が大変ですから。なるほど。じゃルキさんちょっと選んでもらっていいですか。はい。 じゃあちょっと相談しましょう。まだ11人より下だった一人でも下だった人下ね。キマタ君どうですか？何かあります、えーえー？そうですね。ああ<ー>、じゃあ一個いいですか？はい。はい、お<っ>どうぞ。うーん。ああ迷うな。うなんだかな？政治にとって屋上のように自分だけの特別な場所を持っている。 これ多そうじゃないですか確かにでも全員っていうわけではなさそうだとそうですねもうさっきのが絶対もう全員なんですそうですね11以下じゃないといけないからこれ全員手上がったらゲームとしては失敗ですからね確かに全員上がったら失敗だよあそっかそっか少なくしないといけないですかファイナルアンサーあら今なら変えますまだ間に合いますいいですよ変えましょう結構だから少なめなやつを選んだ方が ああそうかじゃあだけど多めそうねはいダメやけど多めあじゃあありますおいきますはい夜明けと夕暮れなら夜明けの方が好きだおはい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 なるほど朝朝焼け朝の方が好き夜明けねそうですね朝焼け夜明けの方が好きだとはいいう行きましょうか夜明けと夕暮れなら夜明けの方が好きだという方手を挙げてください行きますよせーの

僕、あの、夕方の方が好きです。あげるやつ選んだのかと思った。確かに。じゃあ、ラスト一問、挑戦しましょう。うわ、これ、むずいやつないですか。四人以下、4人以下。これさ、どうですか、六番なんてどうですか、皆さん。六番。おー。まあまあまあ。六番。まあでも、現実的にはあんまないっすもんだって、あげるはいけないからね。八番とかもいいと思うけど。そう、まあまあまあ、確かに。j 1七番とか。 4人以下ですよ。だから1人2人3人じゃないとダメってことです人とかです多分7ちゃう。7。2は2はこれラストですよラスト。7じゃない。2はめっちゃ少ないと思います。おいなんてこと言った。2は0。なんてこと言った。2は0だと思うます。2は0。2は0。いるやろ。2が0って。1人ぐらいもいいんじゃない。ダメなグループじゃないさあファイナルアンサールキ君どうします？え0でも成功なんですか？いや。

周りの空気を読んでしまうタイプだイエスの方は手を挙げてくださいせーの、どうぞ待って待てゲームは失敗ですおい、おい、おい、おい正解なんやなおお、バラエティとしては正解だけどすごい正解だバラエティとしては正解、ゲームは失敗グループとしてはどうなんでしょうというところですねはい、ありがとうございます、素晴らしいですはい、素晴らしいゲームでした大きな拍手をお送りくださいありがとうございました